何仲良し魔法少女チームでも組まってんなら、悪いけど他を当たってくれるかいあたしはね、いついかなる時でも魔法は自分のためにしか使わないって決めてるのさ。戦場で出会った時にはよろしくな。獲物をかけて真っ向から勝負だ。桜京子だ。よろしく。私と一緒に戦いたいなら、 晩飯でも奢ってもらおうかなー。て <laughs>、冗談だよ。昼飯でいいよ。うん。まあまあいい感じだな。この調子で行くか。<laughs> よし。ここまで来たら、次のステップをどうするか、だな。人にはそれぞれ物語がある。だったらこれは。 私の物語だ。どうせやるなら極めるのが私の勝負。最高難度だろうがパーフェクトでクリアしてやるよ。はだからダンスゲームの話だって。次々落ちてくるノーツを追うわけだからさ、胴体視力も鍛えられて、これが案外バトルの役に立つわけよ。さ、ダンスゲームの話ね。 私気づいたんだ。究極はさ、もう譜面の暗記なわけ。だから、存外頭も鍛えられるんだな、これが。ど、あんたも一曲踊ってみるうん。なんか調子いい感じ、してるね。手応えあるよ。悪くないね、この感じ。軽く暴れてこようかな。 私みたいにバカなことを願っちまった奴を見てると腹が立つんだよ。でも、やっぱり私みたいで放っておけなくなるんだよ。もう願っちまったもんはしょうがないじゃんだから私は他人のために魔法少女になった奴にも幸せな結末が待ってたらって素直にそう思うよ。その方が私だって救われるってものさ。 おっせーぞーまったく、待ちくたびれたぜ。じゃあまあ、行くか。と、その前に、飯食ってきたかまだならこれ、食うかいああ、ねえみー。あんたは朝から元気だな。あ、そうだ。だったら朝飯作ってよよろしくじゃあ、私は。 できるまで寝てるから。よーし昼飯だ昼飯何にしよっかな和食、いや、中華。カレーとかもいいよな。思い切って焼肉ああ、もう決めらんない <laughs> さてと、ちょっくら付き合ってよ、ゲーセン。 バカにしちゃいけない。ゲームってのはさ、瞬発力を鍛えるのに結構有効なんだよ。夜の街をぶらつくのって好きだよ。所詮人間は一人なんだって、改めて分からせてくれるっていうか。なんて、今のは冗談だよ。こっちは四六時中戦う準備はできてるからさ。 まあ、何があったって大丈夫。どっからでもかかってこいって感じだよ。さ、あんたがトロトロしてる間に、あたしは出かけるとしようかな。ふっ、獲物の数は限られてるんだ。早い者勝ちだからね。へえ、あたしと戦うってわけだ。面白いじゃねえの。やろうよ、やろうよ。遠慮しなくていいよ。 全力でぶつかってきな魔法少女と学校の両立はきついよな結果犠牲になるのは遊びの時間だろう同じ年頃の奴らは遊び放けてるってのにさ食い物っていうのはさ、人間が生きる上での要みたいなもんだろうでも大概の奴は今ある幸せに溺れて、 そんなこと忘れちまってる。戦う上ではさ、頭脳戦ってやつ戦術なんかも大事になってくるわけさ。だから私はいつも甘いもので糖分を補給してるんだよ。見てるだけじゃなくってさ、今度あんたもやってみせてよ、ダンスゲーム。<laughs> そうだよ。 あんたが慌てる様は面白そうだからね。ケーキ屋のケーキなんて洒落たもん。親父たちが生きてた頃にも滅多に食べなかったけどさ。でも私にとっては思い出の味なんだ。なんだか小腹が空いてきたな。そういえば駅前にうまいラーメン屋があるってさやかに聞いたな。 よしちょっと行ってみるかん窓かってさ、普段はほわーっとしてるんだけど、いざって時は根性座ってんだよね。人は見かけによらないってやつだな。まあ、さやかは私が見守っててやんないと危なっかしいっていうか何て言うかあ、たく、しょうがねえなって感じだよ。 一丁派手に行こうじゃない勝利、いただいたよ守備は上々っとさーて、何食べよっかな一人ぼっちは、寂しいもんな。いいよ、一緒にいてやるよ。って、甘やかさねえからな ほら気合だ気合い,気合いちゃんとしろよあんたはいろいろ溜め込むのが早そうだからさ。甘っちょろい魔法少女は早死にするからな。まいっか。ただ飯ならいただくよ。あたしはね、何が何でも生きてみせる。そんな馬鹿を、あたしは放っておけないんだ。 これに懲りたら、もうバカな真似はやめな。